長の二郎から1941年2月21日は、大日本帝国海軍の軍人、海軍航空隊戦闘機搭乗員、総連15機。最終階級は、飛行兵総長、死後特進で、飛行特務少位。撃墜数7の撃墜王。愛媛県生まれ。1927年、海兵団入団。1929年6月。 第15期操縦練習生となり、翌1930年4月に終了。1936年11月、空母、加賀に、進藤サブローラと配属され、日中戦争勃発当時は、小隊長であった。1937年11月11日、馬倉軍島沖にて、感染爆撃に向かった中国空軍。 第2大隊14渋滞のノースロップガンマに EC 爆撃機3機を、日高初尾山空想と追撃、それぞれ1機を撃墜したのが、初戦火である。中国側の記録によれば、この時撃墜したのは、総意系商位操縦、李釈英商位偵察の1405号機、立恵傑商位操縦、法徳秋少位偵察の1402号機のいずれかで、ある。 1938年4月13日10時50分、関東省甲州の天が、白雲飛行場空爆で、艦爆隊の護衛として出撃。この艦船隊は95式艦船、96式艦船の混成編隊で、長野の蒸気は96式艦船であった。道中、艦船隊指揮官だった、手島秀夫隊員が、 発動機不調により指揮官招待の2機と引き返したため、長野が残りの5機を指揮した。爆撃終了後、空中に展開していた中国空軍のグロスターグラディエーター18機と交戦、単独撃墜2機を報告。うち1機は、独立第29中隊の機改ま中隊長とされる。蝶野小隊3番機の近藤正一空想。 英徳小隊3番機の日高さん空想が、核2機撃墜したため、部隊全体は6機を報告した。その後もカナン攻撃に従事し、同年8月30日の波尾攻撃では、手島秀夫単位の指揮する、感染隊の2番小隊長として参加、波尾飛行場に駐留していた中国空軍第3、大体第32中隊と交戦。 被弾15発を受けながら4機撃墜を報告。しかしこの戦闘で、手島隊は戦死した。同年暮れ、本土に帰還し空想庁に進級。1940年第14航空隊転属のため再び大陸に進出し、河南攻撃に従事。1941年2月21日、冷戦3期を率いて、昆明湖南西の倉庫群及び延焼ルート上の トラックを攻撃中に20ミリ口径とみられる対空砲火を受け戦し、ありがとうございます。